h <Hey>. e 同じ釜の飯食う今日も、Day One とだけ回してる Smoke、出さかったあの頃から今でも同じ連れが隣、それが証拠。うん、まあそれなかったらああいう形になんなかったんじゃない。太鼓君ね、友達と毎日ご飯食べるの好きだからね。そう。 まあ、俺はそれにまあ付き合ってたっていうか、まあ、一緒に遊んでてまあそういうのなかったら、まあ、あの人は本当そういう変わってるっていうかなんかそういう人だからそういうのないと人となりを知って毎日飯を食ってみたいなさめっちゃ言われてたもん俺。で <laughs> 俺は結構割とそんなドライ,ドライっていうかさ 別にみたいな感じはあったけどまあそうだね、まあ、まあなんか一緒に飯食ってて、まあ、だから生まれたとは思う懐かしいね、うん、そんな彼も今じゃパパだからね同じ釜の飯食う今日もでまああるけどそれまあ飯とか食いに行ったりもしてたけどまあ頻度はもうそ,こその時はもう減っててその年とかは。 毎日一緒に飯食ってたのミックステープ作ってた時とかなんかそういう感じだしまあ行ってたけど普通にたまにでももうその頃はもうあれかな俺たちツアー回りまくってたからさいやでも週末さ123ぐらい3本とか入ってる時とかあったしツアー結構バカみたいにツアーめちゃくちゃ回ってたからまあいつも同じもん食ってたよねうん。 場所によるかな、えー、場所による。ライブ、クラブツアーとかやってライブ行くと、なんか、ご飯連れてってくれるんだよね、その土地の人が。それを一緒に食べるっていう、その土地のごちそうさまですみたいな感じなんですけど。例えば、2年前の俺ダサいって思っちゃうこともあるっていうか、かもしれない。 あの時は俺はこういうところがダサかったなとかあるかもしれないしそれを言い出したらキリがないんだけどこのリリックで言ってるのはまあ例えばアルバムとか出し始めた時とか音楽が金にならなかった時のことを言ってるったのかな多分このリリックを書いた時違いますねうん自由やっぱりお金もなかったし 別の仕事とかしたり悪いことしたりとかもうしたことあるしなんかもう自由な時間が増えたなって感じ、うん、すげえ余裕が出るっていうかお金ないとねマジ心乱れるから精神遠征上本当に良くないっていうかお金ってで俺はずっと思ってたから金がない時にうんだからそれがやっぱちょっとずつこう身についてって そうするとやっぱり余裕、心のゆとりも、これはきれいと抜きで絶対生まれるし、自由にできる、やりたいことできるっていうか、それが圧倒的に違うかな、昔と。